ロックバンド、ユニコーンのボーカルとして、またソロとしても大活躍されている奥田民生、奥田民生さん、パフィーのプロデュースなども行い、音楽業界で素晴らしい活躍を見せていますね。そんな奥田民生さんですが、いとこや父親、兄弟などどのようなご家族がいるのか気になりますよね。また実家は広島県にあることも有名ですが、どこに実家があるのでしょうか。そこで奥田民生さんのいとこや父親、兄弟などの家族、そして実家が広島にある県についても、詳しくお伝えしていきます。奥田民生のプロフィール、愛称、民生さん、本名、奥田民生、生年月日、1965年、昭和40年、5月12日。身長、171センチメートル。出身地、広島県広島市東区尾長。最終学歴、広島電子専門学校中退。所属事務所、ソニーミュージックアーティスツ。牧師、奥田民生のいとこは一般人。父親は奥田幹事で、兄弟はいない。奥田民生の実家は広島。奥田民生のいとこは一般人。ではまず、奥田民生さんの家族について見ていきましょう。奥田民生さんのいとこはどなたなのかを詳しく調べてみたのですが、特に芸能人ということはなさそうです。おそらく一般の方であると思います。ただ、ブログに奥田民生さんのいとこについて書いている方がいらっしゃいました。その方は、職場の後輩の友人の結婚相手が奥田民生のいとこということのようです。その職場の後輩の方は、その友人の参列されたとのこと。そこになんと、奥田民生さんも来ていたそうなのです。やはり有名歌手ということもあって、結婚式ではいろんなゲームに参加するなど引っ張りだこだったとか。そして最後には楽曲も披露したそうで、めちゃくちゃ歌が上手かったそうです。奥田民生さんは、ご自身のいとこの結婚式に参列されていたことが判明しました。一体どんないとこさんなのかなど、詳しい情報はわかりませんでした。しかし、いとこの結婚式に参列されているので、いとこ同士とても仲がいいんだろうなぁと想像がつきますね。父親は奥田幹事で、兄弟はいない。そして奥田民生さんの父親は、奥田幹事さんです。なぜ名前が知られているかというと、実はとても有名な方だからです。奥田幹事さんは元国鉄職員で、共産党から立候補した経験があります。そして広島市議選に当選し、なんと議員を3期12年も務め上げた方だったんですよ。こちらがご家族の写真です。とても素敵なご両親ですよね。そしてこちらは、議員活動をしている時の奥田幹事さん。奥田民生さんの父親ということでももちろん有名でしたが、日本共産党広島市議としても本当に有名な方なんですよ。それであって息子も超有名な歌手ですから、かなり有名なご家族であるということがわかりますね。そして奥田家は、音楽が大好きという一家でもあります。奥田民生さん、実は幼少期は小児喘息を患っていました。そのためどちらかというとインドアで過ごすことが多く、一人で音楽を聴く時間がとても長かったそうです。今は歌手としてツアーを回ったりしているので、昔喘息を患っていたというのは驚きの事実です。また奥田民生さんの母親は、音楽が大好き。特にエルヴィス・プレスリーが好きで、家にはたくさんのレコードがあったそうです。母も音楽が大好きということから、実家の近くの居酒屋でみんなで尾崎清彦さんの、また会う日までを大熱唱するなど、本当に音楽が好きだったんですね。
周りのお客さんたちも最初は迷惑がっていたそうですが、徐々にリクエストが入るなど奥田民生さんは幼少期から居酒屋で歌を歌っていました。10歳の時からギターを始め、その後ビートルズにハマりました。ギターをコピーするところから始め、どんどん音楽にハマっていったそうです。そして中学生からバンドを始め、後に偉大なるロックスターになられたんですね。ユニコーンとしてだけでなく、ソロでも大活躍。50代を超えてもあらゆるフェスに参加しており、多くの世代から支持を受けています。父親が音楽好きかは分かっていませんが、母と息子が音楽好きということから、家族みんなで音楽を楽しんでいたのではないでしょうか。そんな奥田民生さんも、小さい頃は赤旗、現新聞赤旗の配達などを手伝っていたとか、市議を務める父親の影響もあり、手伝いをしていたんですね。そして奥田民生さんは一人っ子なので、兄弟はいません。ご両親はさぞ大切に育ててこられたことと思いますし、家族3人で仲良く生活をされていたんだろうなと想像できますね。奥田民生の実家は広島。奥田民生さんは、広島県広島市東区尾長で生まれました。父が広島市議をしていたということもあり、長らく広島に住んでいたことは間違いないと思います。そして特にどこかに転居したという情報もなかったため、おそらく奥田民生さんの実家は今も広島県広島市東区尾長にあると考えられますね。また学校は、広島市立尾長小学校、広島市立双葉中学校、広島南高校を卒業しています。広島市立尾長小学校は広島県広島市東区山根町にあり、同じ東区なのでやはりこの近辺に実家があったことは確実でしょう。この地区には、有名な尾長天満宮があります。奥田民生さんも小さい頃から、尾長天満宮に行かれていたかもしれませんね。またバイキングの西村瑞希さんと、実家が同じマンションの時があったという情報も。西村さんも広島県広島市出身で、安芸郡府中町育ちであることがわかっています。転居などで同じマンションに住んでいた時期があったんですね。実家の場所はおそらく広島だとわかりましたが、2023年現在はどこに住んでいるのでしょうか。奥田民生さんはおそらく、東京都内に住まわれていると思います。ネットでは、渋谷区代々木に自宅があると言われていますが、その真意はわかっていません。仕事もあるので今は東京に住んでいると思いますが、奥田民生さんは本当に広島を大切にされています。今でも広島でライブを行うことも多いですので、ご家族もライブに足を運んでいるのではないでしょうか。